はい、今日は久しぶりにお便りのコーナーということで、読み上げますね。匿名希望様お願いです。昔から津市中河原に住んでいる年寄りです。貴殿の動画を教えてもらい感心しながら拝聴しております。ただ申し訳ないですが非常に気にするところがあります。動画で津市中河原大井町と表記がありました。大昔は中河原大井町、中河原高洲町、中河原愛宕町、中河原愛生町と呼ばれていました。中河原は農家の町、村で、童話とは無縁です。子供の時、青年時、住所を聞かれても中河原と言えない辛い思いが残っています。それが薄らいできたのに、その表記だけは訂正してほしい気持ちです。ということなんですね。でもこれ匿名希望なんでね、ひょっとするとこう田辺一派の自作自演とかそういうのも考えたんですけども、まあ、結論から言うと断るし、あと言う相手が違いますよね。一義的にはね、津市に言うべき問題ですね。でね、この手の住所表記はどうだのこうだのっていうのはね、昔はこういうこと言うとね差別だって言われたんだけども、まあ今はね、こういう類のイチャモンつけてくるのはもう解放同盟とかね、むしろ役所の方なんで、解放同盟だとか役所はこれをね、差別だとかね、言う資格はないと思うんですよね。で、あと、まあ第一義的に寿司に言うべきっていうのは、中河原っていう表記ね、まあ、ここに書いてあることは確かに本当ですよ。愛生町、愛宕町、ここはまあ、その、部落っていうふうに言われてるんですよね。まあ、ただ実際にはね、もう明治の頃から都市化して、まあ、前の動画でも言ったように、ほとんど都市スラムというか、もう、飯場みたいな労働者が集まる街っていう感じだったんですよね。それが高洲町、大井町って広がってきたんですけども、この辺りはもう、土地としては中河原の土地なんですね。で、中河原っていうのは、南の辺りに、あるんですけども、そこは確かに本当のただの農家の村で、一般地区になります。だから、まあ、表記上昔から、まあ、中河原の土地で中河原っていう表記されてたっていうのはこれ本当なんです。で、今でもね、例えば田辺さん逮捕されたニュースで、なんかね、自治会の、まあ、難点って言われてるらしいんだけど、難点って言われてる自治会の事務所のある場所の住所、中河原って出てきましたよね。で、あとは役所がね、田辺さんと一緒に作った自治会、中河原西自治会、ここでも中河原っていう名前出ましたよね。であと大井町、ここは実際本当に住所表記上は中河原ですよ。だからそれが嫌だっていうなら津市に行ってもう議会で議決してもらって住所表記を変えてもらうっていうしかないんで、それを私に言われてもっていうところがあるんですよね。で、あとやっぱりその大井町、高洲町、愛宕町、愛生町、界隈と一緒にされたくないっていう話なんだけども、もうこれについてはね、いや確かにわかるんです、一緒にされたくないっていうのが。まあ今回ね、まあああいう事件があったっていうこともおかしいんだけども、まあそれ以外にまだ出てない話いろいろいっぱいあるんですよ。実はやっぱしちょっと関係者がその覚醒剤で捕まってたりだとか、あとはまあ暴力団の事務所愛宕町にあるっていうのは、まあもう動画でも触れたことですしね。あとは、まあ、それだけじゃなくて、その公共工事の関係、やっぱりね、それは明確に個別のことについてね、なかなかその証拠っていうのは出てこないんだけど、例えば公共工事の落札率なんか調べたら、明らかにこの慶和地区、まあ、要はこのね、高洲町とかの童話地区が含まれる地域の落札率が高いんですよね。つまりはその最低価格ギリギリ落札してるから、いや絶対これこの地域に関してはなんか役所が配慮してるだろうと。で、はっきり言って不正があるでしょと、その市民の税金をこの地域が吸い上げてるでしょって、まあそういうことになっちゃうわけで、だからそういうところと一緒にされたくないっていうのはね、わかるわけですよ。で、まあこういうことを言うとまたね、差別だ差別だって発表する人が出るかもしれないけど、田辺さんとかまだね、差別だとか言ってね言うかもしれんけども、だけどそのまあ単純に、ね、犯罪やるなっていうことだし、で、ラムザイヤーさんのね論文あったでしょ、その童話地区に対するその特別施策はその反社会的勢力、ね、組織犯罪を引き付けてるっていう。だから津市なんかまさにそのラムザイヤーさんの理論が当てはまってるんですよ。この童話地区に対して、まあ善意なのかもしれないけど、こうやって人権政策理事だとかね、で市民館とか林保館とか作ってその地域に特別に配慮していることは完全に裏目に出てきたわけでね。で、こんなんもう市民の差別意識だのどうなのって問題じゃないんですよ。もうこのね、
この50年ぐらいのこの役所の政策の完全な失敗なんですよ、もうこう今となってはね。こんなんもう10年20年あればね、解決できる話なわけですよ、本来だったら。それをもう50年ぐらいもこうやってずっとね、犯罪の巣窟みたいに周りの市民から言われてるっていうのは、これはもう完全に役所の無為無策ですよ。市民の責任じゃないです、これは。だからもうこういうね、異常なことはやめましょうとね。ちゃんとあのラムザイヤーさんの論文をね、あの市の職員 も読んでですね、このチャンネルを見て啓発されてですね、このなんか特別対策をするっていうんじゃなくて、まあ普通にね、その、まあ、役所として困ってる人に助けるとかね、あとまあ教育に関してはこうヤクザの子供がヤクザの子供になってしまわないようにこうね、学校でこう階層化を防ぐようにちゃんとそういうね、しっかりと勉強させましょうっていうことをすればいいだけの話で、やっぱそれをしてこなかったんじゃないかなと、これはというふうにしか思えないんですよね。やっぱあの会話の実態を見ると、それは住んでる人全員が悪いっていうわけじゃないんだけども、だけどああいう事件なんて、そんな津市がね、そのドア地区だっていうことで配慮してなきゃ絶対あんなこと起こらないですからね。津市だってね、あのドア対策やってない部落あるんですよ。あの例えばあの旧阿農町のあたりなんか、あそこだって全国部落調査に何箇所か部落あるけど、阿農町はそこドア対策やってないんですよ。だからあのあたりなんてどこが部落なんてほとんどの人は意識してないし、まあ相当 マニアな人は知ってるかもしれないけども、あんまり知らないし、で犯したことっていうのもね、実はあの旧阿農町の中ではそんななかったっていうんですよね。だいたいそういうおかしな話っていうのは、この慶和地区だとか、あとは旧被災地区だとか、あの辺りだっていうふうにやっぱ地元の人は言うわけですよ。だからその辺りでもやっぱラムザイヤーさんの論文のように、そのもう完全にその童話の特別対策っていうのは裏目に出てるっていう例だと思うんですね。ということで、まあ、こういうね、あのお手紙を、きっかけにですね、ちょっとその童話対策の弊害だとか問題についてですね、ちゃんとこの、まあ、今後ね、津市というものがその童話対策というのをどうやっていくべきなのか、というか、もう童話対策なんでやるなっていうことなんですよね、僕の考えとしては。ということをね、まあ、いろいろ考えていただければと思います。ということで、まあ、結論としては停止訂正しないです。はい、ということで、今日の動画は以上です。